コートドニュイ地区とコートドボーヌ地区はブルゴヌ地方のブドウ畑の中でも名だたる特級畑を要する地区です。秋の収穫後に丘の斜面に広がるブドウ畑が一面黄金色に輝く様子から、この地はコートドールと呼ばれています。ソムリエ試験対策としても間違いなく最も重要な範囲の一つです。名城地の連続でやっぱり面白いので、まずこの範囲から学習を開始する方も多いと思います。そのためできて当然ということなのか、去年の傾向では例年に比べ出題数の構成はかなり少ない印象でした。とはいえここを抑えずワインの勉強は始まりませんので、興味を持ちながら楽しんで学んでいきましょう。コートドニュイ地区はディジョンからニュイサンジョルジュまで長さ20キロほどのエリアです。たった20キロですので、頑張れば全部自転車で回れそうです。コートドニュイ地区はとりわけピノノワールから作られる赤ワインの名城地で、白ワインの生産はごくわずかです。原則として赤はピノノワール、白はシャルドネから作られますが、 AOC の規定では他の品種の混醸やブレンドを認めている場合もあります。コートドニュイ地区の各村でも独自の村名 AOC を持たない村に与えられた広域の AOC コートドニュイビラージュがあります。シャルドネから作られる白とピノノワールから作られる赤がありますが、規定では白はピノブランも認められていて、赤は混色されている場合のみシャルドネ、ピノブラン、ピノグリが最大 15% まで認められています。独自の村名 AOC を持つものは、北からマルサネ、フィサン、ジュブレシャンベルタン、モレサンドニ、シャンボールミズニー、ブージョ、ボールロマネ、ニュイサンジョルジュ。ブルゴヌ地方の AOC はグランクリを AOC の頂点とし、その下にプルミエクルと続き、畑名、村名と続くピラミッド型になっています。各村にあるグランクリは重要ポイントですので、しっかり押さえていきましょう。試験予測としては、空の地図を見せられてここにあるグランクリの畑はのような問題が予測されますので、地図上での理解がとても重要です。ジュブレシャンベルタン村はコートドニュイ地区を北側から来ると最初にグランクリの畑が出てくる村です。この村名 AOC はピノノワールから作られる赤ワインのみが認められています。グランクリは9つあります。ルショットシャンベルタン、マジシャンベルタン、シャンベルタンクロドベース、シャペルシャンベルタン、グリオットシャンベルタン、シャンベルタン、シャルムシャンベルタン、ラトリシエールシャンベルタン、マゾワイエールシャンベルタン、すべてにシャンベルタンの名前がついています。9つのグランクルの筆頭はシャンベルタンと、ブルゴーヌ史上最も古い名城畑のシャンベルタンクロドベーズです。シャンベルタンクロドベーズはシャンベルタンを名乗ることができますが、その逆はできません。同じようにマゾワイエールシャンベルタンはシャルムシャンベルタンを名乗ることができますが、その逆はできません。モレサンドニ村の AOC は白ワインと赤ワインが認められています。コートドニュイ地区の村名 AOC としては珍しく、白も認められていますが、栽培面積は 5% にも満たないです。白はシャルドネとともにピノブランも認められていて、一級畑のモン・リュイザンの実、アリゴテ、シャルドネ、ピノブランの3品種が認められています。赤ワインのスタイルは北のジュブレシャンベルタン村と南のシャンボール・ミズニー村の中間で、適度な力強さと繊細さを持っています。グランクリは5つあります。クロドラ・ロッシェ、クロサンドニ、クロデランブレ、クロドタール、ボンヌマール。最南部のボンヌマールはその大部分がシャンボール・ミズニー村に属しています。シャンボール・ミズニー村の AOC はピノノワールから作られる赤ワインのみが認められています。グランクリは2つあります。ミズニー、ボンヌマール。ボンヌマールは一部モレサンドニ村にまたがっています。ミズニーはコートドニュイ地区で唯一白ワインが認められているグランクルです。シャンボールミズニーの村の AOC は赤だけなのに、グランクルミズニーは赤白が認められている逆パターンで珍しいので押さえておきましょう。ブージョ村の AOC は
シャルドネから作られる白ワインとピノノワールから作られる赤ワインが認められています。グランクリは一つでクロドブージョです。クロドブージョは約50ヘクタール、ブルゴーヌ地方のグランクルで最大面積を誇ります。シュトー会の修道僧が1109年に開いた畑がクロドブージョで、今日では80ほどの所有者で分け合い所有されています。ボーヌロマネ村の AOC はボーヌロマネ村と隣接するフラジェイエセゾー村においてピノノワールから作られた赤ワインのみに与えられた村名 AOC です。フラジェイエセゾー村は偉大な2つのグランクリュエセゾーとグランエセゾーがありながら、村名 AOC がない例外的パターンです。フラジェイエセゾー村の AOC は存在しないので、グランクリュの条件に満たなければボーヌロマネやボーヌロマネプルミエクルの表示となります。ボーヌロマネ村には偉大なグランクルが6つあります。リシュブール、ラ・ロマネ、ロマネ・コンティ、ロマネ・サン・ビバン、ラ・グランリュー、ラ・ターシュ。なんといってもロマネ・コンティ。畑は標高260から270メートルの場所に位置しており、ジュラ紀の石灰岩を基盤に表土は茶色の石灰岩で、粘土質が強めの土壌になっています。ロマネ・コンティの畑でワインを作るドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ社のワインこそがあのロマネ・コンティで、価格は1本100万円を優に超える超高級ワインです。ロマネ・コンティが出てくると興奮して話が脱線しそうです。試験対策としては地図上でそれぞれのグランクルの位置をしっかりさせるように押さえておきましょう。コート・ド・ニュイ地区がほぼ赤ワインの産地なのに対し、コート・ド・ボーヌ地区の多くの村では赤とともに白も作られています。ムルソー、ピュルニーモンラッシェ、シャサーニュモンラッシェの3つの村では世界的に高価格で取引される白ワインが生み出されています。コートドボーヌ地区の村は北側からラドワセルニー、ペルナンベルジュレス、アロースコルトン、ショレイレボーヌ、サビニレボーヌ、ボーヌ、ポマール、ボルネイ、モンテリー、オーセイ・デュレス、サン・ロマン、ムルソー、ブラニー、ピュルニー・モン・ラッシェ、シャサーニュ・モン・ラッシェ、サン・トーバン、サントネイ、マランジュの18の村があります。ラドワセルニー、ペルナン・ベルジュレス、アロース・コルトンの3つの村に面しているコルトンの丘があります。コルトンの丘は標高388メートルの小高いマッシュルームのような丘で、赤ワインで有名なグランクルのコルトン、白ワインで有名なグランクルのコルトン・シャルルマーニュとシャルルマーニュを生みます。コルトンはコート・ド・ボーヌ地区で唯一認められている赤のグランクルです。コルトンの生産は大半が赤ですが、白もグランクルに認められています。ただしペルナン・ベルジュレスのコルトンは赤のみで認められています。コルトン・シャルルマーニュはモンラッシェに並ぶ世界最高峰の白ワインと評価されています。神聖ローマ帝国のカール大帝がこの地のブドウ畑を所有していたことが名前の由来となっています。ショレイレボーヌはコルトンの丘のふもとに位置するこの村に与えられた村名 AOC です。白の生産が 4% から 5% で、大部分は赤の生産です。一級畑以上の区画はなく、軽やかで飲み頃の早いタイプが多いです。サビニレボーヌはコルトンの丘とボーヌ市に挟まれたこの村に与えられた村名 AOC です。生産量は赤の方が多く、白は 13% 程度です。22の区画が一級畑に認められています。ボーヌはブルゴーニュワインの商業的中心地であるこの村に与えられた村名 AOC です。400ヘクタール以上の栽培面積を持ち、そのうち約 75% が一級畑のエリアで、42の区画が認められています。ポマールはボーヌ市の南に隣接するこの村に与えられた村名 AOC で、ピノノワールから作られる赤ワインのみが認められています。28の区画が一級畑に認められています。この辺りのワイン産地は昔はボーヌのワインと一括りにされることも多い場所でしたが、ポマールだけはポマールという村の名前で通っていました。
コートドボールの中では比較的力強く鉄っぽい風味を帯びた長命な赤ワインを生む産地です。ボルネイはポマール村の南に隣接するこの村と、さらにその村のムルソー村の一部に与えられた村名 AOC で、ピノノワールから作られる赤ワインのみが認められています。29の区画が一級畑に認められています。モンテリーはボルネイとムルソーの西に隣接するこの村に与えられた村名 AOC で、白はシャルドネ、赤はピノノワールから作られます。赤の方が多く、白の栽培面積は全体の 14% 程度です。15の区画が一級畑に認められています。オーセー・デュレスはモンテリーと隣接し、オート・コート・ド・ボーヌへ続く谷間に位置するこの村に与えられた AOC で、白はシャルドネ、赤はピノノワールから作られます。9つの区画が一級畑に認められており、そのほとんどは赤で、白は1割強に過ぎません。サン・ロマンはオーセー・デュレスの谷の奥にあるこの村に与えられた村名 AOC で、白はシャルドネ、赤はピノノワールから作られます。一級畑以上の区画はなく、標高が高く冷涼な気候のため、赤よりも白の栽培が優勢です。ムルソーはムルソー村で作られる白赤ワインに与えられた村名 AOC です。伝統的に村名の中でさらに区画名を名乗ることが多いです。白はシャルドネ、赤はピノノワールから作られますが、圧倒的に白の産地として有名で、白の栽培面積380ヘクタールに対し、赤の栽培面積は10ヘクタール程度に過ぎません。19の区画が一級畑に認められており、隣の村のピルニーモンラッシェと比べ、豊かで応用なスタイルの白ワインを生みます。白ワインの名産地としてブルゴーヌでも3本の指に入るムルソーにはグランクルがありません。その理由は、原産地統制法が制定された当時、高い税金がかけられることを嫌った栽培者たちがグランクルの格付けを拒否したからだと言われています。ブラニーはムルソー村とピルニーモンラッシェ村にまたがる位置にあります。ブラニー村というものは存在せず、いわゆる集落の名前です。ピノノワールから作られる赤ワインのみが認められています。ブラニーで白を作ると、その位置する区画によってムルソーかピルニーモンラッシェを名乗ります。7つの区画が一級畑に認められており、すべて赤ワインのみです。ピルニーモンラッシェはムルソー村の南に隣接するこの村に与えられた村名 AOC です。白はシャルドネ、赤はピノノワールから作られますが、実際にはほぼ 100% 白の産地です。ミネラル感が強く、テンションの感じられる長命な白ワインを生みます。17の区画が一級畑に認められており、また4つのグランクルがあります。シュバリエモンラッシェ、モンラッシェ、バタールモンラッシェ、ビアンビニューバタールモンラッシェ。モンラッシェとバタールモンラッシェは南のシャサーニュモンラッシェ村にまたがります。世界最高峰の白ワインと称賛され、白ワインの頂点に君臨するピルニーモンラッシェ、その名前はハゲ山という意味で、名声とはかけ離れています。かつてこの地域一帯はブドウ以外何も育成しない石灰分の多い土地であったということから、ハゲ山という名前がつきました。シャサーニュモンラッシェはピルニーモンラッシェ村の南に隣接するこの村に与えられた村名 AOC です。白はシャルドネ、赤はピノノワールから作られており、ピルニーモンラッシェ村同様優れた白で知られていますが、3割を赤の畑が占めています。55の区画が一級畑に認められており、また3つのグランクルがあります。モンラッシェ、バタールモンラッシェ、クリオバタールモンラッシェ。モンラッシェとバタールモンラッシェは北のシャサーニュモンラッシェ村にまたがります。三等番はピルニーモンラッシェ村とシャサーニュモンラッシェ村の丘の向こうに隣接するこの村に与えられた村名 AOC です。村の北東にはガメイという名の集落があり、ボージョレ地区での重要品種ガメイはこの地に由来するとされています。白はシャルドネ、赤はピノノワールから作られており、70年代末まで赤が優勢でしたが、現在では大きく逆転し、
白の栽培面積8割に対し、赤2割に過ぎません。30の区画が一級畑に認められており、全体の畑が236ヘクタールなのに対し、実に3分の2にあたる160ヘクタールが一級畑に認められています。サントネイはシャサーニュモンラッシェ村の南に隣接するこの村に与えられた村名 AOC です。白はシャルドネ、赤はピノノワールから作られており、赤の比率が8割以上を占めており、12の区画が一級畑に認められています。マランジュはソーヌエロワール県に属する3つの村に与えられたコートドボーヌ最南端の村名 AOC です。AOC の取得は1988年と比較的新しいです。白はシャルドネ、赤はピノノワールから作られており、赤の比率が圧倒的に多く9割以上を占めており、7つの区画が一級畑に認められています。本日の内容はここまでです。このチャンネルではワインソムリエ試験の対策をコンテンツの目的として、学ぶって楽しいをコンセプトにお届けしています。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画もよろしくお願いします。